練習長持ちながら飲んでるようだよな。やっぱりさりげに編集長も飲んでるんだよ。ほんまや。何飲んでんだよ。喉が渇いたんだろうね。もう手頭振ってんじゃん。どうしんとこする。またここか。ああ。もうね、可能な限りサクサク進めよう思うから。ああ。カット多くないと思います。ご了承ください。まずは気が倒れかかってくるところ。うん。しゃこい。お。なんてタイミングの悪い。危なかった。しかし通れなくなってしまったな。俺をそこのベンチに下ろしてくれ。手が他に抜け目がないか見てきてくれないか。編集長さんは私に任せといて。別に面倒かけつもりないぞ。大丈夫だ。多分大丈夫だと思うけど、見てるから行ってきて。頼んだぞ。頑張ってね、藤尾さん。頑張ります。あ、はいはい、全力で頑張らせていただきます。頑張るのは私ですけど。そうだよ。え、頑張るのは私ですけど。そうだよ、メモが頑張る。じゃあ心の中で頑張っとく。何を頑張る。いろいろ。ここで首都島地震のニュースをお伝えします。島の中央部で大規模な救助が始まりました。今回の救助は救助船つらゆき、タラミネ、成平の3隻で行われています。ここで首都島上空のヘリコプターから中継が入っています。こちら首都島上空です。救助船つらゆき、成平の2隻は集まった住民をほぼ乗せ終わり、まもなく帰港するものと思われます。もう1隻のタラミネは現在もサツキ公園に集まった住民の救助活動を行っています。サツキ公園周辺は水没した建物などで接岸できず、救助活動が若干難航している模様です。上空から見た限りでは住民に混乱は見られず、救助は順調に進んでいるようです。午前中にはタダミネも救助活動を終了すると思われます。首都島上空からでした。政府の発表によりますと、今回の救助で生存者の避難はほぼ完了するとしており、今後はヘリコプターによる捜索が中心となるということです。お、お、ヘリコプター。よしみね、できるだけ広い。よしよしみねじゃないって。よしみね、前も言ったけど。前も言ったけど。合図を送るんだ。よしみね。間違えるよね。一緒になってるか。なんか船の名前とも似てるしね。タダミネ。そうなの、実況だから覚えてやがった。なあ。来るよ。中には、2リットル級の水が。うん。いや、なんていうの。さあ、ここで。こういう時の。発煙筒。目立つかどうか微妙だな。まあな。そして何か落としてってくれるってな。ひどいよね。うん、マイクも。まあでもこのリュックかなり役に立つけどな。これね。
おう、そんなとこにコンパスあったんや。みたい。あれ、あった。見つけへんかったな。よっしゃー、でかいでかい。うん。おお。そして水である。絆創膏である。L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  といえば、弟か。L。あれ。L といえば弟。どういうこと？ドリノ。あ？え？ L といえばリージ？あー、あー、そういうことだ。あ、そう、そっち。何急にマリオの話に。M がマリオやろ。そうだよ。L がルイージやろ。マリオ。S 捨てようか。うん。あ、いきなり何だと思う。びっくりした。いや、M と L が揃ったから兄弟が兄弟の再会や。ペットボトル。兄の方捨てていい。え？あ、でも一本あるからええよ。バイバイマリオ。バイバイ。もういいかな。ああ、そんなの飲まへんけどな、正味。確かに。さあ、じゃあ救助隊のとこに。おお。あ、おった。どうぞ乗ってください。あなた一人ですか？いえ。はい、一人です。言っちゃう。言えへん、言えへん。そうですか。では、準備をしておきますから、お願いします。練習中なら置いていったかもしれない。じゃあ、戻りましょう。水あるしな。どうぞ、飲めるし。大丈夫やったよ。うん。あー、なんとか。言わなくていいのか。いや、どうやろ、一回やってるからどうしてる。いいよね。まあ、ええんちゃう。もう勝手に気が決めちゃってて。いいよいいよ。いや、春彦はおらんかったな。しっこ水がない。ん？何？こっちこっち。何が？水が。まあそれで何でもいいけど。なんて？え、水はこっちだよって言うたら。あ、ほんまや。編集長もよう水飲む子やなと思ってんのかな。さあ、じゃあ行こう。まあ、ここが試練やな。そうやな。以前もね。まあ、ここでね、大丈夫やと思う。うん、多分。じゃあ1回でクリアしたらパチパチってしようか。うん。うん。よし。パチパチ。拍手拍手拍手。よっしゃ、来たぞ。来たー。うわー、違うわ。間違えた。あー。なんだったら拍手最初にしたんやろ。え、そんなん期間取って。あー、ようやったな。まあ、いいんだよ、いいんだよ。成功したから。よしよし。なんで私拍手したんか、私全然分からへん。なんで渡ってる最中拍手してんのこいつとか思ったけど。体が勝手に動いた。無事を入場みたいな。さあ、じゃあ行きましょう。何がここに座ってて、あ、おる、あ、おった、終わったね。よしよし。はるひこ、おー、感動の再会。感動。あ、お姉ちゃん、どこ行ってたんだよ。こんな顔やったんや。そっちこそ、もう勝手にうろうろして。でかいんでこう。なんだよ、こっちが探してたんだぞ。
本当にすっごい心配したんだから。よかったよかった、なんだよ泣くなよ。すみません、いいですか、一旦船の方に連れて行きますから、あなた方はしばらく待ってください。おいおいお前、よろしくお願いします。まあでもな、弟助かってよかったね。よかったね、よかった、ほんまよかった。まあどこにおったか聞きたいが結局こっちまで来とった。うん、まあね、まあ行かなければいけないかな、うん、っていうか本当に来るのかな、このさっきの船に乗ってたりしないかな。このまま行くと私がまたあのビルやらなあかんような気がするんやけどさ、うん、あの変えてもらっていいかな。まあ、別に言うけど、ちゃんと来てるな、無理せずに避難してもよかったんだぞ。できなかったな。よかったマリさん、聞こえてるぞ俺は陣内っていうカメラマンだ、よろしくな。その子は、彼女は日が夏み、遊園地で逃げ遅れていたんだ。なんか冷たくなってへん、なってるなってる、声がな、あなんかすごい昔のような気がする。嫉妬かこれ。ふーん、そうですか。まあ一回置いていったからね、ごめん。お前書類はちゃんと渡したか。渡しました。渡しましたよ。おお、ありがとな。今持っている。いやいや、どうなんだそれ。そうだ、報道新聞の編集長に会いました。知り合いなんですよね。おお、あのおっさん残ってたのか、相変わらずだな。今はどうしてるんだ。足に怪我をしてしまって、今は救助されて無事のはずですよ。そうか、まあいい機会だ。あ、犬もちゃんとゆっくり休めてよかったんじゃないか。よかったよかった。これからどうします。公園での救助は終わったみたいだし。ようやった陣内さん、褒めて使わす。近場ならそこのドーム救助かな避難所だったから誰かいるかもしれない。あとは首都島管理センターだな、あそこにはかなり大きなヘリポートがある。よし、とりあえずドームに行くか。管理センターはその向こうにあるからちょうどいいだろう。さあ、ありましたね。うん、そうですね。さて、うん、なんかマリさんがちょっとな、見たいね、やっぱりあそこで別れてしまったのはちょっとマリさん的に、ついてきてくれるだろうって思ってたやろうな。うん、うん、失望感やったやろな。裏切りやがって、怖い。さて。では次は私からね、私カナアナゴからプレイをしていきたいと思います。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。またお付き合いいただけると幸いです。はい、ではさよなら。さよなら。